さっき言ったように構えは後ろ重心で鹿半身横向く。で構えはこのままね。で、前剣つくんやけど、つくときに寄せ足ってある。このまま、このまま、一番はこのままこれポーンって入れたんですけど、なかなか難しいから。はい、難しいから、はいはい、そっから行くんじゃなくて、一歩寄せ足、寄せ足をするときに1,2,3がある。分かるでしょ。構えた両足を同時に前行くんやけど、行った時に前の足と前に行くんやけど、前の足をちょっとこう引く。前に行くんやけど、ただ単に前に開くんじゃなくて、前に行きながらグッと髪を作って作って、このパーンって入り方違うな。こっからみんなペイントとかするやろ。ペイントとかするか、ペイントとかするときってみんな両足でやる。両足で動くやん。でも行くときになったらこうやって行ったらバレバレ、あ、ついてくる、わかる。それをこのフェイント、フェイントとこの一緒でカモンって足のステップを上げ替える。